帯調子が悪い。どうしよう。リリナさん01、あやたかさん01、ね、携帯調子悪いんだけど。パンタンさん01、あ、ここさん01。とかみんなにね、話があったよ。みんなに。おかえり。家行かない方がいいの。なんで。もうすぐ帰ってくるやろ、パリ。連絡したし。カレンちゃんに会いに行くわけじゃないからさ。うん。ラムタン出ておいで。ラムタン。あ、みんなこれラムタンちょっとねフォローしてさ、あの予選がねやばいんだって。うちのゼロリスなんだけど、みんなちょっとあの無料アイテムでも投げてあげて、フォロー通知してさ。俺がね、ずっとお世話になっている人だから。富士道もね、ちょっとあの、無料アイテムでも、あ、ケンケンありがとうね。ちょっとみんな投げてあげて。もうゼロリス歴長いから、やっぱうちのリスナーちょっと応援してあげないと。いや、綺麗な人だよ、普通に。あ、チョッパーさんもね、ありがとう。あ、通知した？みんな行ってあげて。で、あの、アイテム投げてあげて。予選がやばいんだって。でもいいらしい。あ、違う、私の予選じゃない。俺がってこと？あ、俺がやばいってこと？いや、連絡来たんだけど。あ、俺がってこと？じゃあ皆さん僕にください。あ、俺がバンになって予選やばいよっていう DM だったんだ。あ、そういうこと。自分のイベントがやばいのかなと思ったんだけど。あ、そういうことね。あ、俺のこと心配してよ言ってくれたんだ。あ、優しい子だわ。あ、チョッパーさんありがとう。あ、そういうことなんだ。あ、初見どうも。でも行かない方がいいの？今行かない方がいいよって言われたけど。いや、ついでだからさ。あ、01いらっしゃい。ふわえりありがとうございます。いや、原田さんにあのパルの柔道着預かったんだよ。あ、もうついでだからいいかなと思って。うん、雨降ってる。だからパルが多分いつも6時ぐらいに帰ってくるじゃん。6時ぐらいにパチンコから帰ってきて渡そうかなと思って。で、あのフワッチボードの忘れ物があるんだよ。それついでにもらって帰ろうかなと。ついでだったからさ。うん、いや、パルに連絡した。お、パリピーらしい。あ、パリピーありがとう。フワピーナイス、連発ナイス、ありがとう。ありがとうございます。いや、もう着いちゃうんだけど。いや、埼玉帰るぐらいならね、こうやって東京来たついでに行けばいいかなと思った。
ゃあもう家の前着いちゃうんだけど。車便利。うん。あ、卵もありがとうね。まあすぐ帰ってくるでしょパル。うん。そんな閉店まで打たないじゃん。いつも昼やってパチンコ行って夜ツイキャスやってるじゃん。だからそんな遅くは帰ってならないんじゃないの。あのアクアさんさ、俺すごい気使うんだよ。前家掃除した時にカレンちゃん帰ってきた時も俺すぐ帰るし、そういうな二人の環境作らないから。だからパルは01だけなら家に入れてもいいって言ってくれてるんで連絡した。そんな勝手なことしないよ。うん。いや俺がされたら気分悪いから。いや例えば俺はパチンコ行ってて、このパルがなんか渡し物を届けに行くっつって、クルちゃんと二人で家にいたら嫌だからね。そんなことしないよ。あー行ってないんだ。また喧嘩になっちゃうねそれ。クルちゃん家にくるちゃんちょっと放送した方がいいんじゃない？予選がやばいんじゃないですか？うん、イベントをやった方がいいんじゃない？イベントを。これまた夜喧嘩になっちゃうよ。せっかくパルがね人を集めたのにね。でもまああの打つってさ計り知れないから分かんないよね。そのなってみないと、うん、もう本当にもう嫌になってもう全てやる気がね本当なくなってしまったりするじゃん。だからね漠然とねやっぱカレンちゃんを攻めれない部分もあるけど、配信やるの頑張ってね。みんな褒めてあげて。あの家のことをやることやって配信するんだってくるちゃん。俺とは違って家のことやってから配信やるんだって。すごいくるちゃんは。みんな褒めてあげて。うん、偉い偉いって言ってあげて。なんか俺がいつもヘイト向けるみたいに言われてるから。いい女でしょ。もうエマにはもう褒めてあげて。うん。いや普通でも褒めてあげて。うん。褒めとこで、ね、一応コメントでアピールしてらっしゃいますから、やっぱりそこで反応して褒めてあげないと。ダメなんだよ、うん、俺なんてね車運転してるだけだから、うん、褒めて伸ばさないってないけど機嫌良くなってもらわないとダメだから。悪意ないよ、うん、ヘイト向けるみたいに言われるの嫌なんだ。俺と違ってなんでダメ。俺だって家のことあんまやんないから、うん、
カレンちゃん。だから、まあ、パルから連絡来るから、でパルに渡すよ。うん。俺、ほんと好きなんだよ、パルのこと。俺、料理できるよ。クルちゃんにも2回ぐらい作ったかもしれない。でも美味しいって食べてくれ。福井にいる時ずっと俺自炊したりしてたから、俺料理うまいよ結構。うん。ね、クルちゃんも美味しいって食べてくれ。だからゼロニャンにもう俺お礼言って感謝してるから、なんなのそのエミちゃんとかナリミクとか言われんでもしてるよ、ちゃんとありがとうございましたってお礼言って帰ってきたよ。もう全てになんかもう不満があるんだね。もう何かにつけてお礼してるよ。アキネイル、アキネがリアツツしてくれた時俺ちゃんとお礼しなかったっけ。そんななんかあの変な態度だった俺って。俺ね配信ではね俺口悪かったりするけど、ちゃんとリアルで会ったりした人には、特に配信外では俺ちゃんとしてるよ。ちゃんとしてるつもりだよ俺。なんでクルちゃんってそうやってガタ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 もう、あの沖縄から帰ってきてからもう毎日毎日ぐちぐち言われるの。ばっか言われると、今俺がねあのまたリスナー捕まえてねイチャイチャ気持ち悪い話してたらわかるよ。もう嫉妬じゃないけど、もうそういう人みんなブロックしてるじゃん。姫ちゃんズもそうだし、俺姫ちゃんズはまあゼロリスだったんだけど、何も言わずブロックしたしね。やれることやってるんですけど、でこれ俺自分の意見なんだけど、これがヘイトを向けてるらしいよ。でクルちゃんに関して俺はじゃあこうやって言っちゃダメなの。クルちゃんがぐちぐち言わなかったら俺こうやって言い返さないんだけど、俺言うよ。朝もう俺からおはようっていう、これでも 100% に近いぐらいで、ありがとうも言うし、ごめんなさいも言うし、で今ゼロニャンのこと俺煽ってるよ俺。俺今ゼロニャンのことなんか煽った俺。気分悪いわ。沖縄行ってさ、当たり前だけどさね、15万円ね、ホテル代とか飯代とか全部使ってさ、